11月10日2024明治安田 J2 リーグリーグ戦の全日程が終了、最終順位が確定いたしました。優勝、昇格、プレーオフ圏内の順位も確定となりましたので順に追っていきます。優勝、清水エスパルス。あの日の絶望の先へ、去年の清水も一時は19位とどん底にあえぎながら、最終的にリーグ戦を4位で終え、昇格プレーオフへ。清水には J1 復帰への道筋が明確に見えていたはずだった。だが最後の最後でそれを見失ってしまう。去年乾選手はこう語った。 J2 のチームやなっていうことです。これだけ勝負弱ければね、ここで勝てばという試合が何試合もあったし、そこで勝ちきれなかった、ああいうところでミスしてしまうのは J2 のチームです。その言葉から1年、昇格を決めてからの2戦、きっちり連勝し、今年の J2 リーグの王者は清水エスパルスであるということをしっかりと証明しました。去年のチームは J2 仕様、そして今年のチームは権田選手の退団などもありますが、逆に今公表したということは、清水はもうすでに来季 J1 の準備を始めているということでもあります。来季のオレンジ旋風に期待したいところです。ネットの反応。去年はずっこけたからね。来年はまたジェフとは離れ離れになりそう。全然アウェーで勝てない病気は何なんだろうね。そして引き出し少ない秋葉で来年も進むのか、本人はやる気だけど。清水は J1 ただいまとさようならを同年にやってのけましたなんてことにならなきゃよいけど。清水おめでとう。岩田頑張れ。近年の静岡県勢はどちらかが J1 にいればいい方になっちゃっているね。 J2 とはいえ久しぶりに聞いた優勝の文字、これはめでたい。あとは J1 で安定して勝負できるチーム作りをしてほしい。そんなことよりプレーオフ争いがクソ熱くて笑う。2位、横浜 FC。 前回紹介した時は長崎の猛追を前にして自動昇格が危うくなっていた横浜 FC ですが、なんとか2位を死守、自力で昇格を決めました。ですが終盤の息切れは懸念材料。順調に勝ち点を積み上げていた時期も、選手たちは口々にこのままではダメ、これでは J1 で通用しないと危機感を募らせていたようで、昇格を前提にと楽観視していたわけではもちろんないのですが、来季 J1 を維持するためにもさらなるレベルアップが要求されると思います。今季の J2 得点ランキングを見てみても、優勝した清水は北川選手、プレーオフ進出チームでも長崎から3人、仙台は中島選手、岡山は岩渕選手、画面から欠けていますが山形からは高橋選手、11ゴールが名を連ねています。そんな中で横浜 FC の選手の名前は出てきません。しかしアシストランキングに目を転ずれば、アシスト王には福森選手、6位には山根選手の名前が即座に現れます。得点ランキングに戻りますと、画面をスクロールさせれば伊藤選手、小川選手、カプリーニ選手と3人の名前が現れます。それはポジティブに捉えれば誰が出ても一定のクオリティが維持できるとも取れますが、突出したストライカーが現れなかったとも取れます。これが今季の横浜 FC であり、まず何よりも J1 で2桁ゴールはノルマのエースストライカーの獲得、これが来季の横浜 FC が最優先で解決しなければいけない課題なのではないでしょうか。それは数年前からずっとだって。それはまあ。ネットの反応。神奈川に J1 が4つもいる、千葉にもう一つ分けろよ。ワンワンは J2 が大好きって言ってるので。そっか、よく考えたらすげえな。神奈川、マリノス、横浜 FC、 フロンターレ、ベルマーレ、すごいとか
全く思わない。むしろバカだな。としか思わない。県内に対して強くもないクラブを4つも5つも作るくらいなら、1つの強いビッグクラブ作った方がはるかにサッカー人気上がるのに。ビッグクラブは作るのではなく積み重ねによって誕生する。例えばクリアソン新宿にすんごいスポンサーついて毎試合地元国立開催して 80% くらい席埋まって売り上げが J1 トップだとしてもビッグクラブですなんて言おうもんなら、 J1 優勝何回、 ACL 優勝何回って笑われて終わり。神奈川は仕事で応援してる土地柄だと思う。横浜市の野球サッカーが強くても相模原市民からしたらふーんどうでもよいわけだしね。楽しも同じことを思ってるからみんなバラバラなのよ。 J3 に YSCC 横浜という横浜だけで3つ目のクラブが J1 を目指してる。あと SC 相模原もあるから神奈川県の J クラブは現在6つ。旧日本代表を集めてた頃の横浜 FC は面白かった。どうせまた来年は降格でしょう。なおラスト残り4試合で積み上げた勝ち点は2です。去年の清水みたいなことにはならなかったか。札幌時代から四方田さんは J2 からの昇格慣れしてる。あとは J1 の戦力を揃えれるかどうかだな。プレーオフ進出チーム。3位ビファーレン長崎。32節から怒涛の5連勝で自動昇格を狙った長崎ですが、わずか勝ち点1届かずプレーオフに回ることとなりました。新スタジアム開業元年になんとか J1 復帰を成し遂げたいところであります。他にプレーオフ圏内に届いたチームはモンテディオ山形、ファジアーノ岡山、レガルタ仙台、この4チームで残る昇格1枠をめぐりプレーオフが開催されます。各チームに関しては別の動画に過去にまとめてありますので、よろしければそちらをご参照ください。で、まさかのプレーオフ進出を逃したのがゲフ千葉。以前別動画で紹介させていただいたタイミングでは残り2試合、結果から見れば1勝でも挙げることができればプレーオフに参加することは可能でした。しかも最終節の対戦相手はモンテディオ山形。この試合で勝利することができれば両チームの立場は全く別の形に入れ替わっていたはずなのですが、モンテディオ山形対ジェフ千葉、先制はなんと2分山形の阿部選手が左足を振り抜き先制。そしてプレーオフ進出をかけた試合、浮き足立ってしまったのか、またもや山形阿部選手のロングフィードに対して千葉の松田選手がペナルティエリア内で手を使って倒してしまう。これが決定的な得点機会の阻止、いわゆるドグソの判定と取られ、レッドカードで一発退場。前半24分から1点ビハインドのところで残り10人での戦いを強いられた千葉は連敗となり、 J1 昇格のためのプレーオフにすら手が届きませんでした。なお通常であればプレーオフのかかった試合で一発退場なんてやらかした選手には批判を超えた誹謗が殺到するものですが、今回 SNS などではそういった意見は他のケースと比較するととても少なくゼロではないですが、むしろ擁護する意見が多く見られたことをジェフサポの名誉のためにもここに記しておきます。ネットの感想。残酷な物語を見た。この結果は本当に悔しい。何とかならなかったのか。しばらく立ち直れません。何も言い訳が浮かばない。ある意味しっかりとした現実を突きつけられてしまった。まだ飲み込めていない。言葉が出てこないよ。俺らってそんなに重い罪を犯したのかな。実に千葉らしい散り方。勝負弱いんよ。本当に何の罰当たりかと思うくらいにはひどい試合。なんかいいことないかな。どこの板でも哀れみを受けている。バカにされる方がマシだよな。笑う意味を教えてくれ。前作から哀れみの眼差しを受けている。泣くな、よく頑張った。
小森、夢をありがとう。次のステップでも頑張ってくれ。得点を置いてプレーオフすら逃すとは。大好きでした、このチーム。この2年間、小森、ありがとう。日本代表になって、千葉に恩返ししてね。悔し涙すら、湧いてこない。乾杯。松田がいても、田中がいても、負けてただろう。力負けです。プレーオフ行っても昇格はまだ無理。何が足りないんだろうか。こんな結末なかなかねよ。プレーオフ決勝で負けるのは、最高に気分悪いから、今日で終わって、よかったと思う。惨敗で、プレーオフ行けなくても、拍手か、優しいサポーター。これは、残酷すぎる。もはや悔しさすら、起こらない。夢の中にいた方が、楽だよ。小森、責任感じて残留は、絶対ダメだ。さすがに今年は、プレーオフには、行くもんだと思ってたけどな。今日の試合、負けるまでは可能性はあった。今日負けて、消えた。山形戦は心折れるわ。小森は完全に遺跡だろうな。直で海外じゃね。サポが多くて盛り上がってテスタは最高だから、J1 に来てほしいんだがな。さすがに最終節、アウェーで、この点差かまされたら、切れるのも理解できる。折り点で J2、千葉だけ一人ぼっちも初か。折り点は鹿島、横浜 F マリ以外は、皆一回は二部行ってるからな。とはいえ千葉がこんだけ長々と、居座るとは思わなんだ。惜しむ、惜しむ。結構いい監督がやっても、ダメというのが闇だよな。どうやったら昇格できるんだ。噛み合わせが悪すぎる。選手がいい時は監督がヘボいし、監督がいい時は選手がしょぼい。降格した時にえじり続投じゃなかったら、上がれてたかもしれんね。ノッティンガムフォレストだって、復活したんだから、ジェフが復活する日も、来るよ。いつか。その役はベルディが、果たしたから無理だな。選手の食生活が乱れてんだろ。白米やめさせて、玄米食わせないと。エスナイデル監督、オツ。はぁ、あ、落花生、主食だろ。レッドブルが選んだのが、J3 の大宮というのが、何気にショックだよな。絶対候補に上がってただろうな。首都圏でインフラも良いし。結果、発表。以前の動画でチャット GPT、無課金デフォルトに、J1 昇格プレーオフに、進出する3チーム、長崎は確定していたので残り3チームを予想してもらいました。その結果を確認したいと思います。チャット GPT 君の予想とは、1、ジェフユナイテッド千葉、攻守のバランスが取れており、終盤戦で安定した成績を維持しています。経験豊富な選手層を生かしてプレーオフ圏内に食い込む可能性が高いです。2、ファジアーノ岡山、強固なディフェンス力と速い展開で攻撃力もあり、特にプレッシャーのかかる状況でも粘り強く勝ち点を積み重ねる傾向があります。安定した勝ち点確保が期待できるため、プレーオフ進出に有力と見ています。3、ベガルタ仙台、攻撃的なプレースタイルで得点力が高いチームですが、守備面にやや課題があるため、終盤での安定性が重要です。調子が上向けば、残り試合で勢いをつけて進出できる可能性があります。一方でモンテディオ山形も戦力は充実しているものの、波があるシーズンを送っているため、ここから上位に食い込むのはやや難しいかもしれません。ということで、ベガルタ仙台、ファジアーノ岡山は当たりましたが、モンテディオ山形のプレーオフ進出を予想できなかったので外れですね。逆に千葉が進出を逃すところまで当てていたらすごいとなるところでしたが。ということで、証拠りもなくもう一度予想してもらいましょう。リファーレン長崎、モンテディオ山形、ファジアーノ岡山、ベガルタ仙台の4チームで争う J1 昇格プレーオフ。リファーレン長崎対ベガルタ仙台、モンテディオ山形対ファジアーノ岡山で開催されるトーナメント戦、4チームのうちどのチームが優勝するのか教えて。 J1 昇格プレーオフで優勝するチームを予想するのは難しいですが、各チームの直近の状況や戦力を見てみると以下のポイントが考えられます。 1. V ファーレン長崎。今シーズン安定した成績を残している長崎は、特に守備の強さが特徴で、堅実な守備からのカウンターでゴールを狙うことが得意です。
チーム全体がまとまりを持って戦えるため、一発勝負のプレーオフでは有利に働くでしょう。2. ベガルタ仙台。仙台は JH 経験も豊富で、試合運びに慣れている点が強みです。特に攻撃面では勢いがあり、経験豊富な選手が多いため、緊張感のあるプレーオフでも冷静に戦えるでしょう。3. モンテディオ山形。山形も守備力に定評があり、相手の攻撃を封じ込めながらチャンスをうかがうスタイルです。接戦を制する力があり、試合が拮抗した際の精神的な強さが武器になります。4. ファジアーノ岡山。岡山は攻守にわたるバランスが良く、決定力のある選手が多くいます。特に試合終盤の勝負強さが特徴で、最後の一瞬まで目が離せない試合展開を期待できます。プレーオフのような一発勝負のトーナメント形式では、どのチームにもチャンスがありますが、守備の安定感とカウンター攻撃が鍵になるため、ビファーレン長崎がわずかに有利かもしれません。しかし、これまでの成績やチームの調子も考えると、どのチームも優勝の可能性があり、予測が難しい戦いになりそうです。つまんね。ということで、チャット GPT 無課金デフォルト君の予想は、かなりビビりながらビファーレン長崎を押してきました。実に無難な予想でした。さて、J1 昇格プレーオフ、準決勝は12月1日、決勝は12月7日です。J1 昇格を成し遂げるのはどのチームか楽しみですね。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。